はい、どうもこんにちは、沖縄おばばです。えー、偶然にもね、えー、今日朝配信したい内容の、ほぼほぼ続報と言える内容が、あー、ブロ、とあるブログに書かれていました。はい。えー、イギリスのね、えー、野菜不足の件です。はい、スーパーに行っても野菜がないという。はい、そういった状況について、えー、私、あのー、ね、朝言いましたけど、まあ、その様子が、あ 写真で見られます。すごいです。野菜の棚,棚が全部空になってます。はい、ありえません。そして、えー、一部の情報なんですけど、一部地域でね、これ、あイギリス全土ではありません。一部地域で、どうやら野菜の配給が始まったようです。 もう一度言います。重要です。野菜の配給がイギリスの一部地域で始まったとのことでございます。えー、これね、賢明な皆さんだったら何を意味するのかわかりますよね。はい、N の W の O にね、一歩近づきましたよということです。 いわゆるね、あの N の W の O, o ですね。っていうのは、すべてをね、えー、管理してね、はい。えー、配給制にする。はい。それを目指しています。いわゆるね、今日の、今日のね、三、えー、サン,サンのね、主義主義ということでございます。 あっち側がやりたいことそのものでございますね。はい。まあ、ついにね、一部地域なんですけど、えー、イギリスでは野菜が配給になり始めました。ちなみにね、イギリスですね、えオックスのフォードという町で15分都市の ね、実験もやっておりましたよね、15分年。はい。えー、これもね、かなりの人のね、反対に合ってますけど。もう、イギリスもね、どっちかっていうと、あちら側なん、あちら側のね、えー、本拠地なんで、はい。こういうことが、あ起きます。はい。C のお国と同じです。はい。えー、配給制でございます。 えー、一時期ね、これ、あの、皆さん覚えてる方いらっしゃると思うんですけど、えー、まあ、イタリアとかね、えー、スペインとかで、えー、いわゆるパンの価格の値段がね、上がりすぎちゃって、いわゆる小麦粉がなくてね、えー、配給になってましたよね。あれと同じでございます。はい、えー、今後ね、えー、どんどんこういう波がね、 押し寄せてくると思いますけど、懸命な皆さんは準備してください。はい。えー、そのうち条件付けがさ、あのー、できますからね。配給受けるためには、どうとかこうとかとかね。あれをしなきゃいけない。これをしなきゃいけないとね。えー、まあ、いろいろやってくると思います。はい。えー、懸命な皆さんはわかりますよね。はい。まあ、そういうことですね。 なので、えまあ、これ、ブラジルでもやられてますからね。いわゆるね、あの、お金もらいたいんだったらねえ、あれやれ、これやれって言ってますよね。そういうことでございます。はい。えー、これね、多分、あのー、少し遅れてこういう波が来ます。はい。ヨーロッパの次はアメーリカ。アメーリカの次はジャポーンということでございます。はい。 まあ、そういうことなんでね、皆さん、あのー、準備だけはしましょう。はい、備蓄と自分のお家でね、お野菜などを作って困らないようにしましょう。そうでないとね、向こう側の言いなりになるようになってしまいますから。はい。えー、こちらのね、えー、生地も貼り付けておきますんで、 皆さんどうぞ見に行ってください。えー、恐ろしいです。本当に棚が空でございます。空。いくつかのースーパーのね、中の野菜のコーナーでございます。はい。えー、まあ、とんでもないことが起きてますね。はい。まあ、肥料がないんで、当然ちゃ当然なんですけどね。はい。えー、日本はね、もうちょっと後だとは思うんですけど、そのうちね、えー、こうなりますんでね。えー、皆さん、あのー、各自で準備いたしましょう。 それではまたごきげんよう、沖縄おばばでした。